ドナルドさん、しんいち、ありがとう。ごめんね、最近遅くなってしもうて。昨日はあれか、一昨日が遅かったのかね。あ、そうそうそう、皆さん、コロナが少しずつ広まってきました。皆さん気をつけて、本当に外出とか、うん、え、嘘、大将さん、それを知らなかったぜ。私としたことが、沢崎プロの誕生祭、あの今までの特集みたいなやつかな、あの毎年やってるみたいな。隊長、ありがとう、仕事終わりに。じいじ、たくさん、みーしゃさん、きんちゃん、おばばさん、今日寒かったね。まあ、最近ずっと寒いけど。ユッキーさん、フジモンさん、やまびこさん、ダーシャハさん、かんちゃん、ねこさん、フラペチーノさん、ぐっち、おてもちゃん、おさぴーさん、はらじゅんさん、へむへむさん、まめしばさん、ひでゆきさん、たみおさん、フラペチーノさん、あ、さっきも言ってくれた、マレーさん、小説家さん、ペクポワさん、ニオさん、ポップマスターさん、あさみさん、小説家さん、コロボ、ありがとう。寒いけど、さっき冷たいカルピス飲んだら美味しかった。わかる、冬のカルピスってなぜかいいよね。ホットカルピスとかも今売ってるよね。いいよね。アダさん、カノンさん、すみません、ふきふきしておりました。ちょっと画面が曇ってた。バンクーバーさん、ひろしさん、いずきゅん、こんばんファニー、こんばんファニー、コロボー、ありがとうございます。明日松山もめっちゃ寒いなり、こっちは雪予報なり、お先に、あ、おやすみおやすみ。え、雪予報なんだ、寒いな、それは気をつけてね。アマトーさん、モリさん、ローマ字のマサさん、ありがとう。じゅんいちさん、みひろさん、おかきさん、ありがとう。いずきゅん、ただいま。たつのくらさん、ありがとう。おひつりさん、ありがとうございます。ロッピーさん、ありがとう。猫じゃらし工夫して、ようやくひなこんの遊んでほしい、遊んで要求の解消できましたって。どんな工夫したんやろ。いいね、猫じゃらし。マイカグラさん、しげさん、若い領事さん、けんすけ、かわいい、ありがとう。ゴエモンさん、ありがとうございます。メンバーと3人で南海放送さんの収録でしたね。ズバリそうでしょ。え、本当に正解です。すごいね、いずきゅん、今日収録でした。カリタン、カウントありがとうございます。バリンチュさん、ミッチーさん、小説家さん、ありがとうございます。竹山メイチさん、虹色さん、ありがとう。まーちゃん、こんばんは、ありがとうございます。ありがとう、ひろくん、 TikTok コメントしてくれて。そうなんや、 Twitter にも載せたんですが、小太郎って紙袋に包まれた愛媛みかん有名ですか。え、見たらわかるかもしれないんだけど、パッと思い浮かばないな。なんだろう。おきよきけさん、ありがとう。ひろくおやすみなさい、お仕事お疲れ様。なあマットさん、愛媛マラソンが中止になりましたね。うん、去年もなかったから、本当に私が走った時からないのか、そういえば。そうなんよ、なんかちょうどね、この時期になると増えているよね、去年も。ひらがな斉藤さん、万太郎さん、とろけるさん、兄さん、高徳さん、ありがとう。ひろひなさん、かげちゃん、ようちゃんも、ありがとう、ありがとうございます。風邪ひかんようにねって、ありがとう。おさっぴーさん、かわいい、ありがとう。ひろしさん、バラ、ありがとうございます。ときっきさん、だいちさん、のぶさん、ありがとう。わかいさん、みかん、ありがとうございます。明日は午前中定期検診ですので、日曜から4日間、あら、禁酒生活されてるってこと。そうなんや、定期検診頑張ってね。野菜炒めさん、ありがとう。今日は白菜ロール美味しそう、作りましたやって。しかも猫さん、猫に小判、ありがとう。まゆまゆさん、こんばんは。
もみしばさん、プチありがとうございます。ひなおちゃんの好きなアニメの作画ってどの作品？豆はバイオレットエヴァーガーデンが好き。うわ、めっちゃわかる。本当に綺麗だよね、バイオレットエヴァーガーデンの作画って。作画だけで感動するもんな。なんだろう、京都アニメーションさん本当に綺麗だからすごい好きですね。確かに、あの響けユーフォニアムとかもすごい好きだったし、作画。そうだね、いいよね。カリタン一周ありがとう。バリンチさんカウントありがとう。白玉さん、白熊さん、磯健さんありがとう。純一さんありがとうございます。いつでもお呼びしますよ、お名前ありがとう。サカピーさん、ブーちゃん、ひらがなのカズさんありがとう。フジモンさん、セミありがとうございます。あ、ヤマヤマさんありがとう。気をつけてねって。気をつけるね、ヤマヤマさんも愛媛か。おっきいさん、元教え子から、ここカナダはマイナス21度ですというメールが来た。寒っ、カナダそんなに寒いんや。へえ、21度で。ムラチン、こんばんは。ケンスケ、セミありがとうございます。ひなほじょうは寒くないの。薄摘み桜すっきりしてるね。可愛いピンクだから選んだのって。あ、薄摘み桜飲んでくれた。そうそう、なんかパッと目について可愛いなと思って買ったのが。そっか、ね、そうやね。ひなほじょう、寒い寒いけどね、こたつがあるんよ。こたつ買っとって結構前に。あったかいですよ。あ、きなこいさん、ランチパックの耳すごかったね。あれ、あんなことになるんだね、すごいな。見た見た。まさみうらさん、れんさん、今日もありがとう。食べてみたいな。小太郎って読み方合ってるの？ポップマスターさん、小太郎か小太郎。めっちゃ甘くてみずみずしくて美味しかった。食べてみたい。ひらさん、花束ありがとう。ピアノ BGM 癒される、よかった、ありがとうございます。いなっちさん、のむさん、こんばんは。しんいちカウントありがとうございます。大隅さん、お大事に。ぎっくり腰、あららら、らお大事に。よしんこ、安静にしてください。わあ、痛い。それは今日も来てくださってありがとうございます。ひらがなのけんさん、ありがとう。けんすけ流れ星、ありがとうございます。ゆっきーさん、セミありがとね。スクワット50 ありがとう。とろけるさん、スクワット50完了。丸尾さん、ありがとう。今日もありがとうございます。スコールさん、白うさぎさん、ひとみさん、ありがとう。ね、中止になりましたね、姫マラソン。あ、そうだ、お手伝いのところで応援されるって言われてましたよね、ひとみさん。本当だね、そうなんよ。ドナルドさん、セミありがとうございます。リラクマさん、おはよう。おはよう。おひつりさん、バラありがとう。ひらがなののりさん、ありがとうございます。こんばんは。のりたまプチ、ありがとうございます。今絶対叶えてほしいことは、ひなおちゃんの生誕祭無事有観客で開催されること。ありがとう、そんな願ってくれとるん。いや、毎年本当にありがたいけど、なんやかんやでね、生誕祭開催してもらっててね、嬉しいですね。ありがとう。なんかそう言ってくれるの嬉しいですね。この配信でもね、おめでとうって言ってくれるだけですごい嬉しいんですよ、毎年。わあ、また一つここで年を重ねれたなというか、嬉しく感じますね。あ、グッチほぼフル、早い。ありがとうございます。ありがとう。コエポンさん、
小説家さんセミ、ありがとうございます。アニメの聖地巡礼って行ったことある？あ、ないかも。そういえば、あ、中二病でも恋がしたいかね。すごい、私も巡りたい。というか舞台鹿児島だったの？知らなかった。面白いよね。隊長ありがとう。今日寒いからひなほちゃんの配信見て温まりに来た。ありがとう、ありがとうございます。エイジさんセミ、ありがとうございます。おひつりさんプチ、ありがとう。愛媛マラソンを応援している。ひなほを応援できなくなって残念ってその予定やったや。嬉しいな。応援してる私を応援しようと思ってくれよったん。おひつりさんありがとう。そうなの。また来年かな。ぜひ一緒に応援しようね。あ、おっきいさん瀬戸川有名ですね。知ってる知ってる。おばばさんフロー、ありがとう。おばばさんありがとうございます。今日もポリポンゆうやんさんお疲れ様です。ありがとう。アントワーヌさんこんばんは。小太郎はマーナの隣の、あ、川上京さんさんかな。小玉みかん、あ、小玉みかんは来たことある。なるほどです。アントワーヌさん、ひー、食べてみたいな。ということは丸尾さん、豆乳リュック見てたらキャラメルコーンのポーチを買ってでもうた。あ、なるほどね。キャラメルコーンって書いたポーチ買ったの。よきじゃん、よきじゃん。それは大変かわいすぎどこの何の話しようったっけ。白うさぎさん、大地さん、天童さん、セミありがとう。村地セミありがとう。今日も豆柴さんもセミありがとうございます。豆もまだひなほちゃんの生誕祭直接お祝いできたことないから。あ、そうなのか。そっか、今年こそ絶対直接お会いして。そんな言ってくれてありがとうございます。嬉しいですね。大将さん、ペガサスさん、フルありがとうございます。ありがとう。昨日はお祝いありがとうね。あ、おめでとうございました。子供たちも配信見て喜んでました。あ、見てくれてたんや。嬉しい。ありがとうございます。お仕事頑張って。浅はかのヒーローさん、カウントありがとうね。こんばんは。ハマポン倒れてる。あ、ほんとや。ハマポン倒れてた。あれ？ハマポン倒れてたわ。ちゃんぽんの食べ過ぎ。そう、そのようでした。ペガサスさん、フルありがとうございます。ありがとう。112人、過去最高。そう100人超えたんだよね。そうなんですよ。ほんまにどうしようって思ったわ今日。あ、そうなんですよ。今夜ね、渋滞なくコメント読まさせてもらってるね。ありがとう。ちょっと今帰ってきたばっかりでね、ちょっと音も用意できてなかったら、なかったので読み切ったら取りに行ってきますね。ゆいさん、こんばんは。全然大丈夫よ、始まったばっかりだわ。猫マロさん、よしんこありがとう。よっぴーさん、ふるありがとうございます。ちゅっちー、こんばんは。ありがとうございます。あれ、153。そうなんよ、めっちゃ多くなってね。気をつけようね、みんなで。本当に。お、隊長もセミ、ありがとうございます。鬼がかったリゼロのポスターを今日ゲットしてきましたって。どこで？いいな、リゼロのポスター。ローマ字のマサさん、バラありがとうございます。ノブさん、セミ、ありがとう。ムラチン、流れ星、ありがとうございます。スナフキンさん、こんばんは。メイツさん、セミありがとう。滝山メイツさん、ローマ字のマスさん、フルーありがとうございます。ありがとう。ノーさん、こんばんは。隊長レインボースター、ありがとうございます。オカムさん、いらっしゃい。
BGM につられて眠らないように、あ、そうだね、今日夜も遅いから、ね、無理せずぜひ。おさぴーさん、レインボースターありがとうございます。しょうぶーさん、こんばんは。ごじぼうさん、フジモンさん、フルありがとうございます。ひなほちゃんのカバー動画めっちゃ良き、本当ありがとうございます。存在してくれてることをお祝いしたいです。なんで素敵なこと言ってくれるんですか、おばばさん、ありがとう。おひつりさん、ハートありがとうございます。ん、特上カルビさん、なんとフルだって、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。カルビさんいらっしゃい。ドワーフさんいらっしゃい、ありがとうございます。今日のお供はシンプルに、お、午後のレモンティー、美味しいよね。午後ティーは美味しいよ。ひなほちゃんの配信見ながら毎日ウォーキングしてたのに、偉すぎん？そうなの、ごえもんさん。そんな中星投げままでありがとうございます。最近寒いからサボりがちって、いや寒いよ、この時間やったら。しかもお疲れ様。隊長、そんなすごい石段登ろうかなって、生誕祭行けるように。いやあれめっちゃ長いよ。かんちゃんフルありがとうございます。かんちゃん、 T2 さんにパタさんいらっしゃい。おひつりさん、ハートありがとうございます。ピルクルもほぼフルありがとうね。のんびりしたいねんさん、こんばんは、ありがとうございます。ピルクル、虹、ありがとう、虹。レインボーいただいてありがとうございます。ケンスケ、フルありがとうございます。ひなほ、強い女の子のキャラが好きだよね。逆に好きな男の子のキャラいるのかな？井上ネオちゃんみたいに？いるかな？パッと思い浮かばないな。本当に強い女の子が好きだからな、結構、アニメで。どうだろう。思い浮かばないな。あ、でも探偵はもう死んでいるのね、主人公だった子。結構面白いし、いいなって思った。でもそれがなんかかっこいいんだけど、かっこいいし面白いみたいな感じになったかな、確かに。たいしくんさん、こんばんは、ありがとう。今帰宅したんで、そうです、寒くなかったかな、風邪ひかないように。ありがとうございます。ほんまに風邪ひかんように気をつけます。ハート投げたよ、ありがとう、むらちん。あれ、気づいてないってことか。じいじ、佐々木さん、フル。ありがとう。ありがとうございます。あら、また言われた。歯医者さんで流れてるような BGM だねって。なんかいつも一緒だからちょっと変えようかな。どう？まあ、たまにはこうジャズっぽいのも。アラブのライオンさんいらっしゃい、ありがとう。お、ポップマスターさん何にしてくれたんだろう。投函したよって、ありがとう、特典のハガキ。佐々木さんのフル読めてたかな、ありがとうございます。ありがとう。アマトーさん、 SAO ようやく2期見終わりました。あれ早いね、半分くらいかな。おすすめアニメ見るもの未だ渋滞中。いや SAO ちょっと長いもんね。そうなんや。いや私はね、今からこう見ようと思ってるやつができたんよ、アニメ。皆さんも一緒に見ます？あのね、杉作さん、あの
ラジオでいつもお世話になってる杉作 J 太郎さんのもう一押しのアニメを見ることにしたから、今日からワールドトリガーっていうアニメなんですけど、みんな知ってますか？私それ見てなくて、見ようと思います。おひつりさん、セミありがとうございます。先ほど僕のところにオグリキャップ、羨ましい。オグリキャップちゃん当たったんですか？もうおめでとう。オグリキャップちゃん当たったんだ、いいな。お、佐々木さん、天使の奥間だ。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。マロウさん、ありがとう、嬉しい。え、ムラチンも天使の奥間いただいて、ありがとう、ありがとうございます。ジージバラ、ありがとうね、たくさん。おひつりさん、だるま、ありがとうございます。え、ひとみさん、私もね、やったことあるけど、スキーはでもできないです。向いてない。スキー、ひとみさん。ジージレインボースター、ありがとうございます。 SAO のキリト、あ、キリトもかっこいいよね。確かに確かに。なんかでもね、キリトはね、もっと自分のこと大事にしなって思うね。かっこいい、かっこいいよ、かっこいいけど、ありゃヒロインもハラハラだよ。だってもうめっちゃ命投げ出してない？めっちゃもう かっこいいと思うよ。すごいいろんなところでこうやってくれてさ、けどその彼女のさ、アスナとしてはもういつでもハラハラやと思うよ、本当に。あ、新一フル、ありがとう、新一ありがとうございます。わ、ようちゃん美味しいよね、あのアルミのフライパンでいるポップコーン、もう私も大好き。というか家に1個あります。わかるわ。新一フル読めとったね、ありがとうございます。強い女の子ってやっぱりあられちゃん、あられちゃん、確かにね。確かにね、可愛いよね。佐々木さん、流れ星。カノーさん、ダルマレンジャー、ありがとう。え、22分、お、いい感じだ。てっちゃん、いらっしゃい、ありがとう。配信始まる前にマックの黒胡椒ガーリックチキン、あ、言ってたやつだ。美味しいですか？食べてみたい。マック食べてないな。佐々木さん、小槌、ありがとうね。マサ31さん、こんばんは、ありがとう。昔はアニオタってだけで白い目で見られてたのに、今はいい時代になったもんだ。ほんとそれね、めっちゃ思うわ。それ相当アニメ普及されてるよね、なんか今の時代ね。え、ユージさん、カウントありがとうございます。あ、マメシバさん、フル、ありがとうございます。ひなほちゃんの好きなアニメのジャンルトップ3を教えて。ジャンルね、ジャンル、なんて言ったらいいんだろう。一個はなんか異世界系が好きなんやけど、でもね、こだわりがちょっとあって、男の子が主人公のもいいと思うんだけど、そうじゃなくてね、女の子が強いっていう、そういう主人公の、まあ、異世界というかが好きかな。結構戦う女の子見るのが好きなのでね。眼科に流れてるような BGM。 なんでやねん。眼科おしゃれやな。ほんと？あ、へえ、そうなん、あ、そっか、それ見れとらんかったわ。イズキュン、 J 太郎さんがラジオで言ってくれてたんだ、竹山がいたよって。好きな男の子キャラ、アンパンマン。ああ、確かに確かに、忘れとったわ、アンパンマンが男の子なことに。ハムちゃんさん、カノーさん、奥様もいつもフルありがとうございます。ありがとうございます。明日はお仕事から、お仕事なのでこのまま寝落ちします、アンパンマン。ハムちゃん、明日も頑張ってね。
元気100倍アンパンチ頑張って。明日会社で小テストあるので勉強中。おお頑張って。加納さんぜひお勉強のお供にでも聞いてください。あ、ムラチンフルありがとう。またね、夜遅くまでありがとう。探偵はもう死んでいる。主人公確かにかっこいい感じ。あ、そうだよね、かっこいいよね。なんだっけ、なんか中3か 高校生だったよね。なんかそれにしてはすごい大人びてるよね。ワンガンボーイさん、セミありがとうございます。アニメあまり見ないのでワールドトリガー見ます。お、見ましょう、一緒に見ましょう、見ましょう。みんな寝落ちで出遅れたせいで 2.7 周止まり。あら、全然です、寝落ち。おはよう起こしましたか、孝太郎さん。そうそう、ワールドトリガーね、なんと3期まで続いてるんよ、みんな。そうだから、ちょっと長い長い道のりだぜ。でも見る、私は。のぶさんおやすみ、ありがとう。のぶさん今日も、あ、やっくんも特定のハガキ投函してくれたの、ありがとう。え、いつまでだっけ投函ね。ポップマスターさん、もうちょいでお誕生日、さ、佐々木さんの。わーい。エイジさん、フル、ありがとう。ありがとうございます。神神神神神旋風客つつつつつ百列剣一億総表現時代。ありがとう。豆柴さん、流れ星ありがとうございます。あ、ユッキーさんもフルーありがとうね。ユッキーさん、そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな、いつも君に、ずっと君に。ありがとう。ひまわりの約束。豆柴さん音符ありがとね。おひつりさん小判、ローマ字のマスさんハート、ありがとうございます。お、ワールドトリガーメモしてくれた。ドナルドさん、りょういちさんこんばんは。ペガサスさん、ダルマレンジャー、あら、すごいたくさんありがとうございます。コテコテありがとう。おかきさんもわら、ありがとう。おかきさん、そうそう、キリト何度も死にかかってるから。アマトウさん素敵、ありがとうね。 SAO を見てくれて。今じゃあ2期ってことはフェアリーダンスってこと？え、ポップマスターさん何のアニメ？リナインバースって。女子にはキリとそういう風に映るのねって。そうそうそう、マメちゃんの、マメのアスナやったのか。そうやね、確かに。もうアスナ好きな人にとってはさ、なんかくー、キリトメってなるよね多分。確かに確かに。あ、本当ケンスケ、スキーちょっとコツ覚えれば少しはできるようになるよって。本当、確かにケンスケめっちゃスキースノボできそう、めっちゃうまそう。デメキンさんこんばんは、ありがとう。そう、異世界転生アニメね、最近すごい多いと思うよね。あれはどこから始まったんだろう、異世界のアニメが多くなったのはね。ケンさん、セミありがとう。ひらがなのジャンソーで麻雀しながら聞いてくれとんの、ありがとう。え、すごくない？え、それ配信中にチンロード上がったんですか？え、すごくない？おめでとう。なかなかない役満よそれ。おめでとうございます、ひらがなのけんさん。ドナルドさん、ターボさん、フルーありがとうね。今日もありがとう、よしんこまで。ひろひなさん、バラありがとうございます。あ、アベマで見れるんよ。そう、ワンガンさん見よね。
あ、メガネさん、ハートありがとうございます。あ、にじろさん、ほぼフルー、ありがとうございます。サモさん、いらっしゃい、ありがとう、こんばんは。ワンガンボーイさん、太鼓の奥間、ありがとうございます。強い女性、強い女性、僕の実家のおかん確かにお母さんは強いね、間違いない。あ、メガネさん、あら、フルありがとうございます、ありがとう。久しぶりのレク、あー待ってよ、私じゃなかったんだねって、待って、どんなんやっけ、それなんか聞いたらわかる気がする。あ、どんなんやったっけ、思い、あれだよね、なんかサビわかるような気がするんよね、それ。いや違うか、私が思ってるの、ごめんよ、知らんかったら。サビどんなやったか教えてもらえたりせぬか。ローマ字のマッサン、ダルマレンジャー、ありがとうございます。あ、本当、ババさん、見ましょう、ワールドトリガー。おさっぴーさん、フル、ありがとうございます、ありがとう。サッピーさん、バンクーバーさん、フル、ありがとうございます。バンクーバーさん、声に気がついたのはヘッドホンをしてたから、影を見つけたのはサングラスかけてたから、ありがとう。コエポンさんに、サカピーさん、フル、ありがとうございます。最近夜眠いけど、ひなほちゃんの配信の時は目が覚めます。ほんと？ありがとう、嬉しいわ。お、にじろさんも2期見てるの？ SAO、 よきね。特典はがき、あ、16日必着か、じゃあそろそろあれだね、出してもらわないとって感じ。ありがとう、のりたま。そっか、ひでゆきさん、音符、にじろさん、ハート、ありがとうございます。リッキーさん、こんばんは。お風呂上がりで顔にベビーオイル塗りながら見てます。えらい、保湿えらいですね。なんやかんや言うてね、ベビーオイルがね、一番肌にいい説あるよね、本当に。なんかいろいろね、お高いこういろんな化粧品やらデパコスやらありますけども、まあ、それもいいですけどね、ベビーオイルって本当に赤ちゃんから塗れるけんな。リュウさん、フル、ありがとうございます、ありがとう。少年の気持ちでジャンプで読んだよ、ワールドトリガー。あ、そう、ジャンプでやってたんですよね。今はなんか移籍してるっていうのを聞いたんですけど、そうなんよ、漫画から入るのもありよな。タコさん、こんばんは、ありがとう、嬉しいです。大文字のタコさん、かわいいまで、ありがとうございます。コエポンさん、ダルマレンジャー。ローマ字のマッサン、流れ星、ありがとう。わーい、アントワーヌさん、チョコレートさん、キュー、ありがとうございます。自分も杉作アニメ学園からワールドトリガー一期から見始めましたって。あら、ほんと、え、待って、早いな、一足先に、アントワーヌさん、いいな、いいな、私も早く見ます。あ、チョコレートさんが言ってくれてるんですけど、カイさんの投票対決が17日までなんや。カイアナ、ツイッターから投票お願いしますって。いつも来てくれてる彩香さんですね。そう、投票のあの対決をされてるみたいなので、みんな投票してね、ぜひ。17日までかね、もうちょっとだ。コエポンさん、小判、ありがとう。タコさん、バラ、ありがとうございます。ふみひこさん、こんばんは、ありがとう。あ、オバマさん、ガンダムで知ってるキャラっているって。ガンダムについては全然わからんのよ。そうなんよ、見てみたいなと思うんやけど。イサムさん、こんばんは、ありがとうございます。ひ
よひなさん、フルありがとうございます。ありがとう。最近は、鬼滅の遊郭編しか見てないからワールドトリガーチェックしてみるね。あ、ぜひしましょう。遊郭編めっちゃ面白いよね。やっぱさすがやなと思うわ。鬼滅すごいです。さすがというか、もうさすがっていう、なんか私が言える立場ではないですけども、すごいなと思います。本当いざっていう時には命投げ出す気でいるって言ってくれたんやけど、ありがとう。そんな気持ちでありがとう。いや嬉しいことよ、それは。投げ出さんといてでも。バタコさんカウントありがとうございます。アントワーヌさん小槌ありがとうね。うん、リゼロが売れてからかな、転生。でももうちょっと前からね、流行ってたような気するんだけどな、リゼロより前から転生系はね。あ、ストレイヤーズって聞いたこと、間違えた、スレイヤーズか。スレイヤーズなら聞いたことないな。あ、すごい、林原めぐみさん。ポップマスターさん、フルありがとうございます。豆柴さんカウントありがとう。豆が女の子だったらキリトにガチ恋する自信があるかっこいいもんね。確かに、だってもう出てくる女の子みんなキリト好きじゃない。あのそこに出てくる子、100万で上がったことはあるの？あるよテレビ対局とかでってことかな。それはもちろんないけどね、100万ありますよ。みひろさんフルありがとう。あ、言ったか、ありがとうみひろさん。ふみひこさんカウントありがとう。さといしさんこんばんは、ありがとうございます。今日は半日以上ズームミーティングで死にました。半日以上そんなことあるん？お疲れ様です。お休みになって。ふなっちさんこんばんは。異世界アニメはオーラバトラーダンバイン、え、そんな名前の初めて聞いた。異世界アニメオーラバトラーダンバインだって。ようちゃんカウントありがとう。もし松山へ行った時、武田ひな穂の聖地3つあげるとしたら、3つあげるとしたら、1個目はどこだろう。でも行ける場所だよね。スタジオレッドとか入れないもんね、中にどこがあるかな。よく私が行ってる場所ってことだよね。海かな、海。確かに、でもみんなにこう配信とかで見せてるわけじゃないからな。どこがいいんだろう。逆にある、あります。ゆっちさんこんばんは、ありがとうございます。お、佐々木さんサイリウムありがとうございます。秀幸さん音符ありがとうございます。目の前で中連ポート上がられたことあります。え、すごいね、それ見れるもすごいわ。中連ポート積もられたってことかな。あんちゃんさんカウントとプチありがとうございます。やっくん 2.7 周ありがとうございます。うわー、ごめんわ、ごめん、出てこないわ。おめがねさん、私じゃないならもう優しくしないで。何君のこと、いや聞いたらわかるような気もするんだけど、ごめんよ、パッと出てこないわ。
様のな、やっこ、だるまれんじゃ、ありがとうございます。おさっぴーさん、花束たくさんありがとう。体調フル、ありがとうございます。ありがとう。今日はスキーの日ですが、ワイはスキー苦手だからひなほちゃんが好きって言っときますね。ありがとうございます。私もちょっと苦手かな、スキーはね。でもね、できるようになったら絶対楽しいよね、スキーって。やっくん、だるまレンジャー、ペガサスさん、バラに小判、ありがとう。おひつりさん、フルー、ありがとうございます。ありがとう。廊下に響く靴の音を突然かき消す夕立ち、雨音にシンクすることを。やっと。おひつりさん、かわいい、ありがとうございます。お、無色転生面白いね、若井さん。それは見とるわ。わ、大郷さん、今日は猫いないんです。きなこですよね。大郷さん。クラッシャーのぶさん、こんばんは。わ、いずきゅん素敵、投票したって。え、異世界転生で流行ったきっかけ、SAO なんですか？へぇ、そうなんや。まあ、確かに、SAO ってさ、最近のアニメのように感じてさ、結構前よね、 SAO って。確かに新一。え、ノーゲームノーライフってもう10年前になるの？嘘でしょ。そんな前だっけ、ノーゲームノーライフ。大地さん、フルありがとう。フルありがとうございます。ハガキと今日投函してきました、ありがとうございます。嬉しい、大地さん。ストリートくん、だるまレンジャー、ありがとうございます。あ、マグマさん、薄摘み、え、薄摘みじゃないやん、それ何やったっけ、先生何で読むやつ、届いたから飲んでるよって。シャーとアムロぐらい、アムロはわかるな、確かに。アムロは知ってる、おばばさんと綾波レイちゃんとアスカちゃんぐらいはわかるね。のりたまセミ、ありがとうございます。一目惚れのギターの名前ミルクちゃんやったよね。ミルクちゃん、ミルクちゃんやっけ、私ミルクちゃんって言ったっけ。そうかもしれん。名前の由来、いや、なんかミルクちゃんやなかった気がする。ラッテ、ラッテみたいな名前やなかったかな。名前の由来ね、ハルポンと決めたね。ハルポンがね、ノワールちゃんなんよ。ノワールくんか、あのベースが。で、なんか色で決めたんやけど、ハルポは逆に黒色のベースなんですけど、ブラックくんとかよりかはなんか黒をなんかフランス語やったっけに直してノワールくんみたいにしたんよね、確か。そんな感じで私もね、ラッテみたいな名前にねしてたはずなんやけど、ミルクちゃんやったかな。忘れてるっていう。ちゃんと名前で呼んであげんといかんね。若い良二さん、流れ星、ありがとう。とろけるさん、プチ、ありがとうございます。あ、間違えた。しかもさ、ガンダムさ、アムロ、アムロって言ったやんか。で、しかもさ、綾波レイちゃんってエヴァよね、絶対。あ、ごっちゃになったわ、また。なんか前もさ、ごっちゃになっちゃって、エヴァとガンダムが。すみません、ファンの皆様、間違えとるわ。これは、これはめっちゃいい、めっちゃ大変な間違いだ。とろけるさん、プチ、ありがとうございます。何日か前、竹山のフルアルバム、ありがとう。ベストアルバムかな、ありがとう、ありがとう。おかむさん、フル、ありがとうございます。ひなほちゃんの長い道のりだぜにしびれました。本当、長い道のりよ、頑張っていこうね。マダオさん、フル、ありがとう。ありがとうございます。やばい、47分なの。ミオナさん、今日もありがとうございます。若い良二さん、かわいい、ありがとう。たくさん、ローマ字のマサさん、ハート、ありがとうね。ハラメタルン、フルじゃないか、ありがとう。
けて大逆転、とことん白黒つけちゃおう。コーラライトにカフェインを摂取、オールナイトでブレインダムド。今日はここ、ありがとう。あ、アメールさん、すまないね、リクエスト歌えずに。また何かあったらいつでも歌えます、ありがとう。おやすみ。無理せんとって、そう最近遅くなっちゃってん、配信が。そうなの。ようこさん、こんばんは、プチ、ありがとうございます。ん？いや、新田高校聖地巡礼、まあ、確かにね、入れるか新田高校富士、そうやね、富士は行ってほしいです。そう、いろいろね売ってるので。ほんとやね、白うさぎさん、エミフルね。まあそうだよね、オーディションさせてもらったのもエミフルなので。マサさん、プチ、ありがとうございます。明日からもお仕事頑張ってね、よしんこ、頑張れ。スケロク、スケロクはなんか私がただ単に食べよるだけやけど、オッケー。スケロクでも行ってほしいね。大工さん、カウントとフロー、ありがとう。 ありがとうございます。いつも投げ損ねとるって。黄色い魚さん、いらっしゃい、ありがとう。辰野倉さん、フル、ありがとうございます。辰野倉さん、え、すごい、チューレン上がったことあるんですか、ポップマスターさん。うわーすごいな、絶対爽快感やばそう。カツオさん、こんばんは。おさぴーさん、バラありがとう。コエポンさん、音符ありがとうございます。おひつじさん、みかん、ありがとうね、みかん。さとしさん、カウントありがとう。今更ながら新曲はこの星が一番好き。え、ありがとう、嬉しい。自分はかっこいい系の曲が特に好みらしいって。かっこいいよね、この星。あら嬉しい、ありがとうね。お、ひらがなのKさん、初フルーありがとうございます。嬉しい、初フル。配信来るようになって麻雀の調子右肩上がりです。え、本当？すごいじゃん。え、私何もしてないけどよかったありがとう、素敵な報告。あ、アマトーさんも見ますか、ワールドトリガー。なんかいろいろ見すぎたらね、入ってこないからね、一個ずつ見たいよね、アニメって。できれば。秋広さん、こんばんは、ありがとうございます。ひなふちゃん、日々続けてる運動ってある？なんかね、筋トレはしてるかな、割と。でも走るはね、最近あんまりできとらんのよな。走らんといかんけどね。あ、いずきゅんだるまレンジャー、ありがとうございます。ブーブーさん、こんばんは、ありがとうございます。ようちゃん、フル、ありがとうね。ハーフアップめっちゃ好き。あ、ありがとう。髪下ろしたナチュラルなのもかなり好きありがとうございます。旅から帰宅の日のかなり好き。旅から帰宅、どんな髪型やったっけ。ありがとう。ひらが、あ、かおりさん、ルームより、ジャンさん、プチ、ありがとうございます。今日もみひろさん、だるまありがとう。かりたん、2週ありがとうございます。おかかさん、こんばんは、ありがとう、ありがとう。ローマ字のマスさん、ハートに。コイポーさん、音符。ローマ字のマスさん、レインボースター、ありがとう。おさっぴーさん、サイリウム、ありがとうございます。ペガサスさん、レインボースター、ありがとうね。あ、イズキュー、みかんたくさん、ありがとうございます、嬉しい。みかんたくさん。秀樹さん、こんばんは、ありがとうございます。ワンガンボーイさん、レインボースター、ありがとうね、レインボースター。人間っていいな、聞くスタイル。
熊の子見ていたかくれんぼ、お尻を出した子糸、また明日。じゃん、ありがとう。そうなの、そろそろお供タイム行くね。ゴエモンさん、小槌ありがとうね。のりたま振る、ありがとう。どうしたの、今日はなんかひなほちゃん見れただけで胸いっぱいですって。今日は何かあったのか、ありがとう。おひつりさん、ありがとう。ラブレター、アルバムね、竹まつれさん、あの公式サイトかな、ファンクラブって言ったらいいのか、オフィシャルショップにあります。ツイッターで見たらね、あの飛べると思うんですけど、ありがとうございます。竹まつるさん、カツオさん、本当私の驚くリアクション好き。あれ、ゆうくんさん、今日もありがとう。佐々木さん、流れ星ありがとう。あら、みんな歌ってもろてありがとうね。よし、それではちょっとお供タイムに行きたいんですけど、お供をねちょっと忘れてしまったので、忘れたというか取りに行けてなかったので取りに行ってきますね。ちょっと下があのモコモコのパジャマなんですけど、気にしないで。はいはい、では今日のお供ね、今日のお供はこちら、これすごくない？飲むミルキー、飲むミルキーってすごくない？もう絶対甘いと思うんですけど、なんかパッケージも可愛くて美味しそうやなと思ってね、確かに濃そうって。特典の抽選会、そう私もね聞けてないんですけどね、多分ショールームかな。よし、ではお供あり方、一緒に乾杯。うん、うん、あら甘いけどなんか嫌な甘さじゃないね、美味しい。なんかねバニラっぽいね、味がバニラのなんか、まあ、ミルキー自体がちょっとそうなんかミルクっぽいというか、確かに甘い、甘いけど美味しいよ。キンキンに冷えてる。ほにほに美味しい。ペコちゃんがひなごちゃんみたい。ん？なんかほのぴーっぽくない？はるぽんか。あ、本当にジェローさん、めっちゃ甘そうなので買わなかった。美味しいよ。飲みミルキー。いいね。飲みやすいわ。
よし、ではランキング見するね。今日も今日とて、ありがとう。また今日調子悪い日かも。いやー、今日はちょっと調子悪い日だったから、このままランキング読みしますね。すみませんが、13位から13位、おひつりさん、ありがとうございます。おひつりさん、男女ありがとう。夜遅くに。12位、イズキュン、ありがとう。イズキュン、今日も男女ありがとうございます、ありがとう。11位、ローマ字のマサさん、ありがとう。マサさん嬉しいです、今日もありがとうございます、嬉しい。10位、ジイジイ、ありがとう。ジイジイ、10位、ありがとうございます、たくさんいただいてありがとうね。9位、コエポンさん、ありがとうね。コエポンさん、9位、いつもありがとうございます。たくさんありがとう。8位、ピルクル、ありがとう。ピルクル、たくさんいただいてありがとうございます。いつもランキングありがとう。ラッキーセブン、ジャーニャン隊長、ありがとう。隊長、ラッキーセブン、いつもありがとうございます。明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位、ワンガンボーイさん、ありがとう。ワンガンボーイさん、ありがとうございます。たくさんいただいてありがとう、ほんまに。お疲れーション。そして5位、佐々木さん、ありがとう。佐々木さん、5位です、いつもありがとうございます、お疲れ様。そして4位、おさっぴーさん、ありがとう。おさっぴーさん、4位です、いつもたくさんありがとうございます、壇上ありがとう。そして3位、プルルルアポン、君はペガサスさん、ありがとう。ペガサスさん3位です、いつもたくさんありがとうね。そして第2位、プルルルアポン、若い領事さん、ありがとう。若い領事さん、すごいたくさんいただいてありがとうございます、ありがとう。そして今日の第1位、プルルルルアポン、ムラチン、ありがとう。ムラチン1位です、たくさんありがとうございます、いただいてありがとう、ありがとう。2132名様、こんな夜遅くにたくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。よし、ではよいしょ、カラオケを一曲歌って終わりにしたいと思います。わ、デイリーになっちゃった、ありがとう。みんなデイリー、ちょっと落ちてるな、筆箱が。わーん、筆箱開いてたやん。あー、待って、いいよ。はいはいはい、では最後一曲、カバンの中のペンにしよう。今日は夜遅いのでね、ちょっとゆったりめの曲を歌えたらいいなと思います。リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。あ、デイリー、ありがとね。デイリー、そう、おペンがね落ちてたね。デイリーボーイ、ありがとう。デイリーボーイ、マイキー、ヒナキーマムキー、ありがとう。ここにしか咲かない花、
チツテトパワー、木綿のハンカチーフ。あ、そうなんや。橋本愛さんのお誕生日なのね。明け星デパーチャーズ。小さな恋の歌プライド。マイレボリューションそっけない。うまぴょい、うまぴょゆったりめの幸せあなた。あ、ワンガンさんフルありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ひまわりの約束、恋音と雨空、勇気 100%、 魔法の絨毯、若者のすべて、白い恋人たち、未来予想図2、裸の心、さよならの向こう側、 I love you 尾崎豊さん、お面のハンカチ、そっけないかな、かなで、 Love is over I love you、 プラネッツ、渡瀬橋、365日、I love you、 クリス・ハートさん、じゃあ決めましょうかね。ありがとう。じゃあ今日はこれを歌って終わりますね。リクエストありがとう。咲かない花がある心に、くく
ありがとう。今日は小袋さんのここにしか咲かない花を歌いました。リクエストありがとうございました。ありがとう。パチパチ。虹色さん、たくさん、カツオさん、おさぴーさんもたくさん、竹パパさんありがとうね。ミラボーいただいて、たくさん。ファントムさんありがとう。カツオさん、ゴエモンさん、ユキヒロさん、おさぴーさん、ファントムさん、たくさんありがとうございます。ワンガンさんもありがとうね。ヤマピーもありがとう。夜遅くまでありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。5、4、3、2、1、おやすみ。ありがとう。